情報ナビ、ナビゲーターの西名美咲です。さあ、今回のカラフル藤沢では2022年の1月から3月に放送した内容を振り返っていきます。それでは早速ご覧ください。まずは新年1回目の放送分。私と川上さんは新春に華やかな気分になれることをしたいということで華道を教わることに。教えてくれたのは藤沢華道協会の長田佳穂さん。長田さんは例年江ノ島神社に花を生け、市民や観光客の参拝に花を添えてくれています。耳を傾けてください、はい、花は手で生けるにあらず、足で生けるものない。手って技術なの。ああ。足っていうのは自然を見て回りなさい。つまり自然を知らない人ってどう生けていいか分かんない、どう生えてるのか分かんないんで、できれば自然に生えてるものを自分で見ていること、それをそのままそこに再現しようとするんでしょ、違和感がないんです。長田さんの手ほどきを受けながらおよそ30分で作品が完成。華道の魅力に改めて気づかせてもらいました。去年12月12日藤沢市民会館で23回目となる藤沢市親子ふれあいコンサートが開催されました。この親子ふれあいコンサートは0歳の子供から入場でき、毎回大人気のイベントです。懐かしい童謡やオリジナルの遊び歌など家族揃って楽しみました。リニューアル整備事業が進む江ノ島サムエル・コッキング園。そんな江ノ島サムエル・コッキング園を湘南江ノ島海の情報斉藤美沙さんが案内してくれました。去年11月に完成したサムエル・コッキング温室以降展示体験棟にふわふわドーム、さらに毎年人気のこちらも案内してくれました。3、2、1、こちらです。わー、すごいね。すごいですね。こんなきらびやかな世界、はい、今年で22年目を迎える光と色の祭典は地域一体となって作り上げているんです。皆さんの協力があってこの美しさなんだね。はい、そっか。そして湘南の美しい海と空、そしてロケーションが一体となったデザインなどから関東三大イルミネーションに認定されています。湘南の江ノ島を彩る光と色の祭典湘南の宝石は今年も多くの方に楽しんでいただきました。その江ノ島サムエル・コッキング園では2万株ものウィンターチューリップが開花しました。寒さ厳しい時期に開花し始めるウィンターチューリップ、例年1月下旬頃まで楽しむことができるそうです。魅力たっぷりの江ノ島サムエル・コッキング園、リニューアル整備が今年完了予定なのでぜひ足を運んでみてください。ここからは2月放送分です。1月9日藤沢市消防防災訓練センターで令和4年藤沢市消防出初め式が開催されました。参加したのは藤沢市消防局および消防団の団員およそ380人です。2年ぶりの開催となる今回の出初め式は新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底して行い、関係機関だけで式典のみ縮小開催となりました。毎年恒例の華やかな出初め式とはなりませんでしたが、藤沢市民の安心安全を守る消防局員や消防団員の士気を高める素晴らしい式となりました。1月10日成人の日に2022年藤沢市成人式が開催されました。今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から初めて中学校区別で3回に分けて行われました。2022年成人式の対象者は
2001年4月2日から2002年4月1日までに生まれた方々です。対面でできることの嬉しさというのは、カメラ上だとその本当に見られてるだけなんですけれども、対面で行うことによってちゃんと見られてるっていう意識もありますし、その恥を出せない部分っていうのがあるので、それはとても対面で行ってよかったなって思います。 SDGs の視点に立った取り組みが必要とされている今、藤沢市において企業などとの協力のもと、販売在庫や古い衣服などを藍染めしリユースする活動、藤沢ブルーハンズプロジェクトがスタートしました。こちらで作業されてます。こんにちは。こんにちは。作業中すいません。まさにこちら今藍染め作業中ですね。すいません、今これはどういう流れで作業されてるんですか？これは実際その天然藍が入った、はい、あの染料になっていて、うん、でその後水洗い、はい、で最後はクエン酸が入ってあの色止めをしてるっていう作業、一連の作業です。藍染め工程を教えてくれているのは、日本伝統の藍と現代左官を世界で初めて融合させた藍刺し、森谷玲太さんです。独自の技法でアート制作や建築を行っている方なんです。今日作業されている方は、まあ、3名いらっしゃいます。はい、ブルーハンドマスター3名ですね。はい、っていうのはあのどういった形でこう集まってこられたメンバーなんですか？もともと僕がちょっとその今回のブルーハンドプロジェクトっていうのを発案して、その時にまあ実は市の方と環境課とかいろんなところにご相談させてもらった時に、その何が必要なのかなと思った時に、やっぱりやる人、あと場所、うん、はい、でそういうのどうしようって言った時に、その藤沢資源組合さんにご紹介いただいて、で藤沢資源組合さんがもともと障害者雇用のところで、うん、あの雇用としてちゃんとここでいたんですよ。で僕がそのやってるプロジェクトでこういう藍染めをしたいんですけれども、あのそういった、まあ、賃金のボトムアップも含め、あの障害者雇用多様性を認め合うとかいろんなことあるけれども、一番やっぱ彼らはそのワクワク楽しく仕事できるその生きがいとか働きがいっていうのをあの提案というか、まあ、僕らが提供できたらいいよねっていうところ で最初一緒にやり始めて、はい、まあご覧の通り、はい、すっごい上手なんですよ。いやそうです、手つきがもう実際どうですか、こう作業されて。楽しいですか。もう楽しそうなのが溢れてて市内ではこのプロジェクトに賛同する企業などもあり、今 SDGs の動きが活発になりつつあります。1月22日藤沢商工会館ミナパークで、藤沢市ロボット未来社会推進プロジェクト少年少女ロボットセミナー in 藤沢が開催されました。参加したのは小学校4年生から中学校3年生までのロボット好きの子どもたちです。今回のセミナーでは湘南工科大学教授で先進ロボット研究センター共同センター長の尾崎文夫さんの講演の後、自作ロボットでの競技会ロボット対戦が行われました。小学生と中学生に分かれて開催されたロボット対戦は白熱した戦いになりました。続いて3月放送分です。2005年から開催され、今年で17年目となるリアル宝探しゲーム江ノ島トレジャー、地域に生み出す経済効果は2000万円以上とも言われています。そんな江ノ島トレジャーを支えているのが地域や商店街の方々なんです。もう藤沢市内のいろいろなところでこういったイベントをすることについてはいかがですか？そうなんです、うん、江ノ島はねもう長い間やってるんですけども、やはり藤沢市内全体でやはり盛り上げるような施策じゃないといけないと思いますので、去年の暮れからはその湘南台の方でやらせてもらいました。でその前はですね、藤沢本町の方でも、やっておりました。まあ、どこの地域でもできるようなシステムにしたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。うん、そうですね、イベントを通じて街全体が盛り上がっていくといいですね。そうですね、はい、また冒険をより楽しめる日本初のリアル宝探しカフェも今年江ノ島にオープンしましたので、江ノ島にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
藤沢市アートスペースでは2022年2月22日の猫の年、猫の日にちなんだ催し、みんなで作ろうにゃんにゃん展が開催されました。展示スペースにはイベントでのワークショップで作られた猫のお面や紙粘土で作られた猫、大好きな猫の絵などが展示されました。多くの猫のコレクションがアートスペースに飾られ、猫好きにはたまらない空間となりました。さあ、いかがでしたでしょうか。藤沢情報ナビでは今年も市内のホットな情報をたくさんお届けしてまいりますので、どうぞお楽しみに。